でこちらリチャードは、まあ、注目されていますがファーストのポジションについています。まあ、中村との競争なのかそれとも相手の右左のピッチャーによってこう変えたりもするんですかね。はい、まあ、ですね。リチャードです。もうファームでの実績は十分です。去年はウエスタンリーグの新記録のホームラン数29本打ってきました。まあ、ウエスタンリーグとはいえ29発はすごいですよね。すごいです。打点も84です。昨日の特打見ててもやっぱね力ありましたもんね。はい、クイズホークス王決定戦優勝者には花束贈呈券2月18日開催、参加者募集中。